どうも、ゴルフプロのみつやです。いつもありがとうございます。今回は5番ウッドの活用法、女性の方は7番ウッドに置き換えて聞いていただけるといいと思います。これをどう活用していくか、少し使い方をですね、考えていただくと非常に有効なクラブになりますので、少しこの動画を最後まで見ていただいて、ラウンドに活かしていただけると嬉しいです。では早速いきたいと思いますが、7番アイアン、6番アイアン、ユーティリティ、ウッドというふうにですね、どんどん長くなっていくわけですが、結構ですね、アイアンがもううまく当たらないからユーティリティ、ユーティリティがもうなんかうまく打てないっていう方も結構いらっしゃると思うので、そこでこの5番ウッドをうまく活用してほしいんですね。で、もちろん距離をしっかり出せる、そういうクラブなので、最後まで、ボーンと、まあ、振り抜くような時にもちろん使ってですね、距離を出してほしいんですが、とはいえですね、なかなかそれがうまくいかない場合もありますし、もう少し距離が短い場合、そういう場合はユーティリティとかアイアンとか使うわけですが、ちょっとうまく打てないなと、まあ、ウッド結構得意なんですけどっていう方もいらっしゃると思いますので、そういう方はですね、この、5番ウッド、ね、これを少し短く持って、ね、ですから、本来5番ウッドで打つとちょっと飛びすぎな場合ですね。短く持って、まあどうですかね。極端に言うともう7番アイアンか6番アイアンぐらい。それぐらいの距離が残った時に、アイアン不安だなと思った時に、もうウッドが得意な人はウッド持っちゃえばいいんですね。で、少し短く持って、フェースもちょっと開いてください。ですから、少しターゲットよりも左に向いて、そしてそのまま打っていくと、少し右に曲がるボールになります。で、これ、意外と、7番アイアンで、もうめちゃくちゃナイスショットしたぐらいのところの距離ぐらいになります。ですから、飛びすぎにはあんまりならない。もう、クラブも結構短く持ってるので、このまま左に向いて、フェースも開いてるし、少し、右に曲がるような雰囲気のショットなので、あんまりボールね、飛んでないんですよ。飛んでるように見えますよ。ですけど、あんまり飛んでない。だけど、7番アイアンで最高のショットしたぐらいの距離はちゃんと出ますので、そこで、まあ、7番か6番ぐらいですね、それぐらいの距離をちゃんと打てます。ですから、意外と7番とかでショートして、グリーンのエッジぐらいで止まってしまう方、そういった方はもうこれをですね、もう一気に長い番手にバッと変えちゃって、フェースは開いて、短く持って、そして、打っていただくと、少し高めに、軽く曲がっていくような、そういうショットが打てます。まあ、曲がり幅を調節するっていうのは、ちょっと難しいのかもしれませんが、もう、本当に距離を落とすんであれば、もう結構極端に開いて、で、極端に右に曲げてあげれば、これはこれでですね、かなり距離が落ちるんですよね。で、これで、ドンと、グリーンを狙うことができます。で、ウッドクラブは、構造としては、ボールをある程度ですね、高く打つことができますので、これを少し使っていただくと、少し止まるような、ね、ドンと止まるような、そういうショットが打てます。アイアンでグリーンを捉えたかのような、そんなようなですね、ショットが打てますので、ちょっと使ってみてください。少しこの5番ウッドをですね、うまく使っていただくと、コースでいいね、ラウンドができると思いますので、頑張ってやってみてください。今回はこの5番ウッドの使い方をお伝えしました。ではね、ぜひ最後にチャンネル登録いただきますと、ね、この動画、ね、皆さんに、毎日、配信してますので、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。